役所さんはそれを受けてどう、どういうふうに思いますか？わかんない。いや、確かにね、おっしゃるような、コローの、アウトローのっておっしゃったけど、でも、非常になんかある種ユーモアも感じるし、人間臭さ感じるし、欠点だらけも感じるし、ね、なんかこう、いかにも強いコローの、でも完璧な、っていうわけではないと。でもどっかに芯があって、それがその芯が僕らを何をやっても許してしまう。逆に言うと役所さんの中にある種の寛容さがあって、ヤクザ性もある部分は寛容で見るし、権力についてもある部分は寛容に見る。正義というものも悪というものも寛容に見ている何かを感じさせることだったのかなと思いますが。And you just talked about a lone wolf and an outlaw. まあね、安藤先生ね、すごく深く。深く深く。ただ楽しい。でもやっぱりあの、なんでしょうね、まあ、この町のことはもうよく知っていて。I know this town very well. 映画の中でもセリフがありますけど、やっぱりこうヤクザと警察との間でこう綱渡りをずっとしてるって。It's a tight rope walking between the yakuza and the police. 何しろこの映画で一番悪いのは警察ですからね。And I think the biggest evil in this film is the police. やっぱりずっとこのやっぱりこう市民のために両方を渡ってきて、なんとかバランス取ってきた男だと思いますけど。やっぱりこう綱渡りしてる間にこの若い刑事と出会って、ああこれなら自分も次を託せる男と会えたかなっていう出会いがあったんだと思いますね。そうで、やっぱり大神ってかっこいいとこはやっぱりいつ死ぬか分かんないところでこうやっぱり生きてる男だと思うんで、その辺がこう、僕としてはこう非常に魅力的な男だったんですね。今もう向こうからですね、そろそろ打ち切ってお客様からの質問を聞いてほしいっていう話があったんで、そうさせていただきますが、はい、難しい。豚のうんちの味はどうだったんですか？ About the taste of that poo? あの方が一番早かった。はい、インドネシアから参りました。はい、役所さんが好きです。I'm from Indonesia. I like Mr. Yaksho. ファンです。はい、I'm a fan, sorry. I'm a fan. まあ、役所さんがもう長い経歴を持つ役者だと思いますので、この質問を聞いてちょっと恥ずかしいなんですけど、なんかよくハリウッドの映画の俳優さんとかは、結構難しい役を演じるときはなんか深く深く深く入って、でちょっと行き過ぎるというか、で自分に戻れないというか、なんだろう、なんかなので、そういうなんだろう、役所さん自身は行き過ぎないように何かをやってますか？なんかちょっとそれについてなんか知りたいなと思って、例えばそのハリウッド映画の話だと、ちょっとサイコパスな役を演じて、なんかちょっといろいろな役作りやって、でも結局なんかちょっと行き過ぎちゃったので、で自分がちょっとなんだろう、いちゃってるというか、そういう話をこうよく読んでますけど、記事とかに。でもなんかそういう役所さん自身はそうならないように何かを。Okay, her question is, sometimes we find Hollywood film stars. それ撮影が終わっても役が抜けないっていう話ですか？そういうことですよね。僕はもう撮影が今日でおしまいって言った時にもうどっか行きますね。So for me, when we crank up, you know, we finish wrap, then that character goes away completely from me. まあ撮影中はね、僕はそうでもそうではないと思うんですけど、やっぱりうちの妻なんかは変なやつが帰ってきたって感じになるらしいです。I don't feel it so much, but my wife says, when I come home, oh, there's some strange person here, so she feels it.
だとすればやっぱりどこかやっぱりこう撮影中はその役の人物をこうどっかでこうつなぎ止めてるところがあるのかもしれないですね。 So that's during filming and that's probably why、maybe I'm just hanging on to the character during the course of the filming。 で終わったらもうすぐいつもの自分に帰ります。 But once the film is over, the shooting is over, I go back to my old self。 次の質問の方、なんかいっぱい、あそこの方。私は松坂桃李さんがとても大好きで、この後、今日で17回目の鑑賞になりました。で、一番好きなシーンが、莉子さんの最後のバーで、役所さんを踏みとどまるように、長回しで撮影されたお二人のカットがとても大好きです。そして、役所さんが松坂さん演じた日岡さんと2人のシーンで一番手応えというか心に残っているシーンはどの部分なのかを知りたいなと思って、もしよければ教えてください。 So I particularly like the long shot where the two of them are talking towards the end in the bar. And I want you to please tell me what's a particular scene, memorable scene that you had with Tori Matsuzaka。もちろん今おっしゃったあのシーン、バーのシーン、クラブのシーンですね。あれは本当に長いシーンなんですけど、監督が朝現場に来たら、これワンカットでいきますからって言ったんです。冗談だろうなって僕も松坂君も思ったんですけど、ああもう行くらしいって言って、結構長かったんですけど、でもあそこはもう本当に大事なシーンだと思いますし、あそこはもう本当に松坂君演じる日岡にこうバトンタッチするシーンだと思ってましたんで、でもやっぱりワンカットの力ってのはやっぱりすごいなってやっぱりつくづく思いました。そうですね、あとは僕が死んでちょっと太った時に松坂君が駆け寄ったシーンが2人のシーンでよかったですかね。死んでこう結構膨れてたじゃん。あれ数日で太ったんですけど。Well, the bar scene that you just mentioned, I like that very much. It's a long shot, and when the director told me that it's going to be a really long shot, then I thought he must be joking. 最後の質問です。Last question, please. ごめんなさい。彼が一番早かったんで、これ最後に。ごめんなさい。大神将吾という男は、大神将吾を演じてたのかなと思っていることがあるんですけど、この映画何度か見させていただいたんですけど、船で手を合わせるシーン と、日岡に対して、まあ、遺言のように書いてある部分、優しさが少し見えるっていうのは、どう演じられたのか、もしくはどう監督と相談されて演じされたのかなっていうところがお聞きできればと。うん、そうですね、大神は多分自分をどっかではちゃめちゃなことをやりながらも、どっかで律して、正義のためにという思いではやってたんでしょうね。でその優しさの部分は本当におそらく当然役所さんご自身が持っているキャラクターにも助けられ、どう出そうかっていうよりは僕は演出の中だと大神がはちゃめちゃなヤクザに見える刑事になるかなっていうことには注力してたんですけど、そこはでも役所さんとあと桃李君の受けたお芝居で大神の優しさが出る構造にはなってたので、ほぼほぼ役所さんにもう託して、お願いしてました。まあでもなんかさっき話出たんだけど、やっぱり人間っていうのはやっぱり本当一面的じゃなくてすごい多重構造できていて、全部がやっぱり真実なんだと思うよね。もうせこいとこも暑苦しいとこも優しいとこも全部が真実でできてて、それがなんか一つの人間になると、結構面白い人物ができるのかなっていつも思ってますけども、今回も大神っていう人間は非常に複雑で面白い人間をやらせてもらったと思ってます。I think humans are not just one facet, but multifaceted.
すみません、ありがとうございます。素晴らしい今お話いただきました。もう向こうからもうやめてくれやめてくれっていう催促がありましたんで、すみません、僕らが悪いんじゃなくて向こうが悪いんですけれどもこれで、素晴らしかったお話を、打ち切りたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみませんが、ありがとうございます。はい、俺の家で手を振る。じゃあ本当ですよ。じゃあ以上となります。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。東京ボーダーレス TV